ダニエル・フェリペ・マルティンス・カリーソは、ポルトガル・カスカイス出身のサッカー選手。元ポルトガル代表、UD ・アルメニア所属。ポジションは D F、DF ・ MF。スポルティング・ CP の下部組織出身。2007年に SC ・オリャネンセ、2008年に、キプロスのアイル・リマソール・エレンタルを経験し、2008年10月26日の、FC ・パソス・デ・フェレーラ戦でプリメイラリーガデビューを、 果たした。2010から11シーズンから FC ポルトへ移籍したジョアン・モーティーニョの後継者としてキャプテンに就任。本職は DF であるが、ドミンゴス・パシエンシア、リカルド・サピント監督時代には守備的 MF として起用された。2012年12月31日、イングランド・プレミアリーグのレディング FC へ移籍。二千十三年一月十二日の WBA 戦で、 デビュー。守備力の向上を目的とした補強であったが、3試合の出場に止まり、クラブは最多失点数タイでチャンピオンシップへ降格した。2013年7月17日、スペインリーガエスパニョーラのセビージャ FC へ、買取オプション付きのレンタル移籍。2014年に完全移籍を果たした。ありがとうございます。